ポポルさん、魔王の城の鍵の情報は何か分かりましたか？そうそう、ちょうどそのことで話したいことがあったの。崖の村は分かるわよね？ああ、あの憂鬱な者どもの陰気な村か。それが最近はそうでもないらしいわ。崖の村の村長からの手紙よ。にえ、ま、そうね。各村の村長に問い合わせてみたの。すごい、さすがポポロさん。しかし、なんだか都合が良すぎはしないか。ええ。どういうこと？あれだけ閉鎖的だった村人が商売を始めた。その上、魔王の城の鍵の情報まで教えると。ちょっと危険な感じがするわね。気にしすぎさ。それに危険でも構わない。待っているだけじゃヨナは戻っては来ない。それに魔物がいたら皆殺しにすればいいだけだ。そう、分かったわ。気をつけてね。まずは村長の家を訪ねてみるといいわ。崖の村か。まずは村長の家だな。気がめいることだな。あの村の者たちが店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか？私には信じられ。里帰りですね、カイネさん。里？私にとってあの村は。カイネ、心配するな。俺たちが守るから。守るなんて言葉は自分のケツの穴拭いてから言え。
俺たちポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話を聞きたいんです。この村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない、手紙など知らない。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。裏の者に聞き込みをしてみよう。ところであんたはカイネさんの友達かい？そうだな。噂には聞いてるよ。魔物しかいな。この村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅、全滅。わかっておる、魔物だ。くそ、罠か。見ろ、我の危惧した通りだ。魔物に乗っ取られていたのか。油断するな。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまぬ、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。カイネさんの村の人たちを魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。魔物から守ろうと。やめてください、お願いです。エミール、
脱出だ、カイネ。カイネ、立て、立ってくれ。やめろ、やめるのだ。俺たちの平和を邪魔するな。あちらで村人が襲われておるぞ。くそ、カイネ、起きてくれ。エミール、カイネを頼んだ。俺はあっちを片付ける。わかりました。あの黒い渦は、魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。何かを感じるぞ。合体した魔物の力。これしきの魔法弾幕ごときで臆するでない。ひるったら負けだぞ。目の中心から魔力を感じるぞ。この人たち、本当は躊躇してはならぬ。奴らはもはや魔物なのだ。周囲の触手は魔法を弾くようだな。奴の中心に魔力を集中させよう。
裏に集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。僕がこいつを釘付けにします。エミール、エミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。お願いします。ここはエミールに任せて奴の後ろに回り込むぞ。あまり無理をするな。くそ、あれだけの攻撃でまだ動けるのか。合体した奴の生命力は侮れぬということだ。おい、もうやめろ、エミール。エミール。いな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。
なさい、ごめんなさい。僕のせいで罪のない人まで。けどエミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。もう振り向くな。とにかくこの村からは出よう。そうだな。